竹野ひな選手です。お疲れ様でした。ありがとうございました。終始笑顔でしたね。そうですね、すごく笑顔で踊ることをその気をつけてやっていました。今回4回目の出場ということですが、この全日本ショート滑ってみていかがですか？そうです、その練習通りはいかなかったんですけど、その練習してきたことでその失敗したのをうまくリカバリーできたかなって思います。まあ、リカバリーって言葉ありましたけども、まあ、冒頭のジャンプの切り替え、さらには後半のスピン、ともにレベル4獲得です。ありがとうございます。そうですね、スピンは本当に持ち味としてるんだね。そのレベル4取れてよかったです。今回は姉妹での出場ということですが、やはりこう特別な思い入れというのはありますか？そうですね、2人で頑張ろうって言って練習してきたので、まあ、全日本というこの大きな素敵な舞台に2人立ててすごく嬉しいです。次のフリーに向けて意気込み聞かせてください。ショートでパーフェクトの演技ができなかったので、フリーではもっとその練習通りパーフェクトの演技ができたらいいなと思います。期待してます。お疲れ様でした。